久保さん今回あのコイにしましょうかコイって食べられるんですけどなんかめちゃめちゃく、ね、あの臭いというかだけど煮つけにすると食べられるっていうねうんそうまあ結局その僕思うんですけど草とかもそうなんですけどあと椎茸とかねまあしとかキノコ類とかね毒キノコもあれば食えるキノコもあり草とかもねまあ,あのほうれん草とかね まあ今はほうれん草っていう認識でね食べてますけどまあ普通に見たら葉っぱじゃないですか青いねあれ僕は,はじ最初にこう食べて料理してこうやってきた人ってすごいなと思うんですよねで僕たちはその先人の知恵というか先人の受け継いでねまあそれを食べれるようになってるわけなんだけども一番最初にねキノコとか食べてた人もね うん魚も食べてみたけどなんかくせえなまずいなだけどそれじゃあどうやったら美味しく食べられるのかっていうのを創意工夫して食べれるようになったりとかだからねこれ食のその文化というか流れを見てもねすごくその学びがあるんじゃないかなと思いますね最初は捨てられてたようなものも、えー、思,思考改善して食えるようにしたりとか。 あと、まずい、まずかったんだけど、うまくできたりとか、かすごいっすよね。うん。だ僕たちは、あの、なんだ、そういう、まあ、ね、これ食べたら死ぬのか死なないのかっていうのは、キノコでももう図鑑が出てるじゃないですか。で、図鑑がなかった時とか、情報がなかった時っていうのは、こ食べられるのかなって話で。まあ、何が言いたいのかっていうと、 もうすでに先人がいるわけですよ。ね、もうや,やってきた人がいて、あの、久保さんも僕もそうですけども、あの、最初はね、未開拓、本当にネットって稼げるのかなっていう、本当かな、大丈夫かな、私でもできるのかな、僕でも稼げるのかな、でもああなりたいな、と思ってた人なんですよ。ね。あなた側だったんですよ。あなた側でした。だけど今は、ちょっと雲の上になってるんですよ。 だから何が言ってるのかっていうとそのあなた側だった人がこう発信してねいろいろ伝えてるわけじゃないですかこれが僕はリアルだと思いますしそれを素直にね、まあ、図鑑があってねこう食べましょうって言ってんだからそれ食べればいいんですよ別に自分でね自分であのー、キノコをね死ぬか生きるかの博打でねキノコを食う必要はなくて教えてくれる人がいるわけですから その教えてくれれる人にに素直にやればいいと思うんですよねであの3月終わって4月になったんで報告が2件ほど入っていてまあ熟成さんからね3月の報告で、まあ、先月44万9600円上がったっていう人とあとはえー、っと44万9600円とあとは60万7391円か上がったって2つ報告来たんですけど。 稼一 <laughs> 人が四十四十44万9600円。内訳が、えー、4万9800円のコンテンツが2件。35万のコンサルが1件で44万9600円。で、もう1つが、えー、コンサルが49万8000円と、あとは広告収入ですね。 えー、広告収入が、えー、10万9391円。これ YouTube 広告ですね。YouTube の広告収入が10万9391円ということで、えー、合計60万7391円ということでございますね。はい、どうでしょうか。まあ、あのネットで、まあ、まあまあじゃないですか。50万、これはまあ約、まあ、平均50万ですかね。これ44万だから。これ普通にサラリーマンで働いてこれ稼ぐの結構難しいですよ。<laughs> どうですか サラリーマンの給料今60万ありますかサラリーマンの今の給料44万ありますか結構ないと思いますけどね、一般の人。うん、やればこうなるんで、まあ頑張ってほしいなと思いますね。いってらっしゃい。